この辺のね、なんか洞窟があったじゃないですか。僕、行かなかったんですけど、チラッと見てね、行かなかった洞窟、どこだっけな？そこかな？表示されてるね、マップに。裏でね、ちょっと探索してる時に、祠らしきものをね、ちょっと見つけたんで、ちょっとそこに行こうかなと思います。鉱石は集めとこうかな。こうさ、無駄にさ、チューリが、A ボタン俺無駄に押しちゃうからさ、チューリがめっちゃ邪魔な時がある。よいしょ、無駄にね、使っちゃう。あ、ほらほら、あるじゃん、やっぱり。え？ちょ、待って、もういいって。もう一回戦ったんだって、君たちは。あれはね、混乱花だっけ？あれなんだっけ？何かが効くんだよな。輝きの実だ。オッケー。輝きの実を装備して、これを、投げて！投げれば、一旦タイマーで、たんま、待って、なんで？ああ、ダメだ。え、そうだ、なんかさ、装備もらったよね、そういえば。装備もらったじゃん、なんか、無敵になれるみたいな。装備だっけ？装備じゃないか。あれなんだっけ？なんかさ、正気を無効化できるってやつか。これかな？あ、正気ガード。これだ。これだったらさ、掴まれてもさ、ハートを正気にされるだけだ。これ掴まれても無敵なんじゃね？どう？あ、ほらほらほら、正気ガード。でもダメ？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 でもダメなの？あ、ダメなんだ。でもな、あれな、弓でしかさ、あ、魔法の杖、これは？そうだ、魔法の杖使ってない。使えんのか？あ、近づいたら来るんだよな。輝きの実装備して。え、でも輝きの実全然なんか効果的じゃなかったな、さっき。混乱花で混乱させてみるか。この辺行ったら来るんじゃない？あれ来ない？ああ、来るじゃん、やっぱり。来るね。輝きの実を投げます。混乱花で混乱させます。混乱できてんの？できてない！あ、待って！オッケー、一回、これで、爆弾で。違う、なんか火が効果的で、ちょっと待って、無理だって早い、足が速いの、お前ら。足が速いの、お前ら。ちょっと待ってください。ほこら行っちゃえばいいんじゃね？ほこら行っちゃおう。ほこら行っちゃいます。あ、上来ない。あ、上来ないかも。オッケー、爆弾効果的。あ、そう、燃やせばいいんだ。あ、いいね、これ倒しそう。爆弾で総裁だ。じゃあ、あんま爆弾使いたくないんだけどな。しかもこいつら、あんまいいものを落とさないよね。あんま戦う意味ねえな。まあ、弱っ。え？ファントムガノン？え？何？ちょっと待って、なんか、え？え？え、何ファントムガノンの、え、何ファントムガノンって何？え？ちょっと待って。忙しいって。あれ？あ、セーブされてこっちからになってる。ほこら行けるな。何？ちょっと新しいな。ファントムガノンっていうの出てきてよ。あれ倒したら。マジか。どのくらい強いんだろうね。ほこら先行っちゃおう。ちょっと、倒してない。倒してないっす、まだ。すいません。祝福。あれ倒してから祝福ってことだろ？ごめん、ちょっと倒す前に来ちゃった。まだ倒してないわ。あ、つながりるぎ。まだ倒してないっす、ラウル。ラウル様。まだ倒してないんすよ、ファントムガノン。先来ちゃった。まあでも倒さないとだよね。なんか、倒したらなんかもらえるかもしんないしね。ファントムガノンはさ、気づかれても、さっきね、上には来なかったから、ファントムガノン倒したらさ、なんか結構いいものもらえるんじゃね？あれこれ魔法の杖全然使えねえじゃん。でもな、爆弾が少ねえからな。でもいいよね。爆弾の方が早い。倒せた。倒して、ファントムガノン来ます。やばい。やばい、弓持ってる。あいつも。あれ欲しいな。上来る？上来んのかい。来んな。足は遅いな、あいつ。なるほど、この広い洞窟っていうのはそういうことか。戦うためにあんのか。ちょ、待って、めっちゃ強いので戦おうじゃ。もうこれ使おうかな。正気ガード食おう。食っちゃおう。
この時のためにこれがあるんだろ。でもなんかさっきガードできなかった感じしたけどな。あと攻撃力にしよう。攻撃力アップして、あと混乱させればいいのか。混乱花で混乱させましょう。来い。どこ行った。そっか、輝きか。どうだ。ちょっと待って、近い近い。あぶね。でもこれは普通の敵っぽいな。あ、いいね、チューリー。輝き効かない。輝き効かない。輝き効かない。ガードガードガード。あ、これ普通だな。あの手より、手より普通に戦える、普通に戦えるから、これしっかりガードしてやればいけるな多分。これで燃やせるか。燃やせ燃やせ。ダメだ、効かない。いって、うわ強っ。なにこいつ。やばい、攻撃力半端じゃない。これ食っちゃうか。攻撃力やべ、えぐつないんだけど。痛い、強い。ラッシュ入れねえな。なんとかしてラッシュに入りたいんだけど。ガードして、ここ。ちょっとためなんだな、ここ。違う、まっすぐだから横、横よけ。わかんない、攻撃の、攻撃のパターンがわからないけど。でも手よりは優しい。手はもう一気に掴んでくるからさ、もう弓で行くしかないか、これ。オッケー、いいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、避けろ。うまく避けて、あー弓なくなるな。ちょっとでも今のうちだな、今のうちに。あ、これ爆弾でいっちゃおう。オッケー。当たってないのこれ。正気、正気のハートにはならないわ、こいつに攻撃されても。オッケー、一発。あ、そんな強くないぞ。でも弓がもうなくて、普通に剣で戦うしかなくて。いけ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 、避けれて、しっかり避けていけばいけるなこれ。あ、いけるいける、全然いけるわ。避けて、あ、全然いけるわ、全然余裕だわ。なんだこいつ弱、意外と弱いな。いいか、ちゃんと避けてね。いけるいけるいける。いやー、もったいない。まあいいだろ、これで、これ倒せる。よしよし。あー、全然弱かったわ、普通に倒せるわ。うわー、なんか落とした、しかも。うわー、めっちゃ落とした。やった、弓、魔王の弓だって。12ハートの最大値が大きいほど攻撃力が上がる。へえ、正気の剣、うおー41、強すぎ。この剣を持つ者は、体が少しずつ正気にのま、使えないじゃん。え、マジで使うと正気のダメージを、あー強いけど正気のダメージを負っちゃうんだ。へえ、いや手の方が厳しかったな。手はさ、もう容赦なくさ、なんか掴んできてさ、すぐ飲まれちゃうからさ、難しかったけど。おし、主いるぞ。よし、これで貯めていく。迷いの落とし物。え、しかも月の日ですか今日。待って、まずい。お、こっから脱出したい。待って待って待って、ごめんなさいごめんなさい。月の日でここでちょっと、もういいです。もうあいつらとは戦いたくないんで。赤く染まりし、ほらほらほら、もう復活してるから、復活してるから、もういいです、君たちとは戦いません、さよなら。よし、ちょっとね、前リトの村に行く途中に、あーれか、あれ俺さ、リトの村にさ行く途中にさあった A のところに行こうかなと思ったんだけど、あれか、あれだっけ、だがががあれ、一回来た場所かこれ。あ、一回来た場所だな。あ、この道通って行ったんだ。待って、こっちなんかないのかな、探索しよう。あ、ここあれじゃない？そうだそうだ、ブレワイの時に雷がすごかったところだ。うおーっと。ここどうなってんだろう。でも見た感じ、雷はもうなくなってるっぽいな。なんもなさそうだぞ。あ、雷の大地。雷の大地なのにもう雷降ってないんですけどね。なんかある？飽きそうだな。ほら。これさ、前、なんか違う場所にもあったよね、なんか。飽きそうってところ。え？飽きそうだね。これ飽きそうなところまた来るみたいな感じなのかな？明らかにあそこ飽くよね。地底か？地底からここに来いみたいな感じか？ちょうど近くにほらあるんだよね。行ってみるか。ん？こっちだな。行けないようになってる。ちょうどあれだね、なんかこの水の、
水を境にしてこの大地のところ行けなくなってんな。あ、ほんとだ、正気の剣使うと虫歯割れるわ、ハートが。マジか、あんま使えねえじゃんこれじゃ。これ上行けるのか。あ、さすがに行けないのかな。よし、ですね、何にもありませんでしたということで戻ってまいりました。馬宿なんだけど、ここにもペンいるんかな。あ、おったおったおった、おるね。なんだ、特ダネの匂いが。ふむ、消えたレシピは行方も知らず、手がかりは食べ残しのハイラルぼっくりだけ。お、相棒元気そうだな。お前も事件の香りに誘われてきた口か。親愛なるリトルバードたちから新しいさえずりが舞い込んできてな。この馬宿では白ヤギを何頭も飼育しているんだが、実はその白ヤギたちが揃って逃げ出しちまったらしい。しかもだ、その裏にはゼルダ様の影がちらついているとかいないとか。詳しくはそこの世話係のチャックに聞くといい。俺は他に手がかりがないか探ってみるつもりだ。相棒も早速仕事に取り掛かってくれ。大スクープをものにしてやろうぜ。白ヤギを探す？なあ、あんた、どこかで俺の白ヤギたちを見なかったか。愛情を込めて大事に育ててきたのに、この間一斉に逃げ出してしまってさ。残ってたの白ヤギたちに餌に入っていたハイラルボックリだけ。レシピ通りに作ると餌が原因。ハイラルボックリ食えるの？絶対美味しくない。それ作ったら来るんじゃない？また食べちゃう。瓶に入れたんだけど、嵐の日に、レシピの入った瓶ごと風に飛ばされて上とかある？もしかして。はあ、白ヤギたちで、どういうこと？レシピが見つかればな。レシピを探すってこと？風に飛ばされたってことはさ、この上とかでなんかありそうじゃない？あ、これハイラルボックリ辿っていくパターンだな、これ絶対そうだ、絶対そうだわ。怪しいもんな、こんなんてかこんなん置いてあったっけ。もともとここだってコログを運ぶミッションで俺ここ通ったもんな。めっちゃハイラルボックリ手に入る。こっちね、まだあるな。あれ、あ、こっちか。わかりづらい、この草むら。あ、いた、これか。おう、俺の白ヤギたち、そこにいたのか。なんで気づいた、なんでわかるそれ。今めっちゃ遠いけど馬宿からついてきてたんか、お前。よしよし、みんな無事か、よかったな。わかりやすいミッション、あんたが見つけてくれたんだな。いや、恩に切るよ。あ、これデルダ様からいただいたレシピ、保管してた瓶じゃねえか。どれ、中身を確認してみるか。ふむふむ。ああ、なんてこった。ハイラルボックルは丸ごと混ぜるんじゃなくてすりつぶして混ぜなきゃダメなのか。おかしいと思ったんだ、明らかに食べにくそう。絶対食べれない。白ヤギたちが逃げ出した理由は俺が作った餌のせいだったんだな。すまねえ、本当にすまねえことした。お前たちをひどい目に遭わせていたのは他でもない俺、この俺だったんだな。レシピを教えてくださったゼルダ様にも悪いことしちまった。俺、姫様のレシピを疑っちまうなんて。俺が白ヤギたちを気遣っていれば、レシピの誤解もすぐに気づけたはずだ。大事なのはどんな餌を与えるじゃなく、どんな心で白ヤギと向き合うかだよな。これからは心を入れ替えてゼルダ様のように優しさと思いやりを持って世話をするよ。それが餌のレシピを教えてくれた姫様への恩返しになるってことだ。姫様なんかすごいね、いろんなところでなんか食のレシピっていうのかな、食事も結構作れるんだね。一部始終は見せてもらったぜ。毎回見てるな、上の方から、なんか知らんけど。3軒目ね、これで。ああ、なんか三つ葉の評価も上がるってことで、白爪新聞社に行くと、あ、相棒の白、お、今回の報酬色をつけてくれるみたいだ。さすがだな相棒。お、あ、うん、あ、お金くれるだけ。あ、やっぱ社に戻ったらさ、なんかあるんじゃない。さらばーつ、社に戻ったらさ、なんかもらえるんじゃない。なんとなくそんな、うわ、遠い、せっかく馬宿行ったら遠い。俺前来た時こう絵があった、どこに絵があったんだっけな、そっちかな。
あれだな。絵見えるね。ちょ、あそこ行こう。あれ、ここ来たっけ。あぶね。さあ、ここに絵がありますね。さあ、これ、あれだよね。なんか上から見たくなるよな、この絵。どういう絵なのかっていうのを。あれ？あれ、インパいるじゃん。あ、見つけちゃったけど、見つけちゃったけど。あ、インパここ来てたんか。おー、リンクか。そなたも地上絵を調査しておるのだな。頼もしい限りじゃ。それだけ？それだけかい。なんだよ。地上絵はさ、ストーリーもあるけど、コログも絶対いるんかな、これ。なんかいるよね、これ。明らかにだってこれ目、竜の涙のところにあるじゃん、これが。さあ、どんなストーリーなんでしょうか。見てみましょうか。さあ、光った光った。まあ、この土地で起こったことってことなんだろうな。前はなんかガノンとか出てきたよね。これが3箇所目か。さあさあさあ、何箇所あるんだっけ。うわあ、めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗だな、なんかすげえな。え、うわ、戻れ子使ってる。あ、大丈夫？ラウルだけじゃないんだ、その機能使えるの。すみません、どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。あ、ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば。でも戻り子だから前進すると思うのですが。戻るし、先に行かなきゃいけないでしょ。姫様は先に進まなきゃいけないんだもんな。これな、過去に行ってるわけだから。コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して、元の場所に戻ってもらうような。物の記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も。戻り子で戻るってことなの。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。え、早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうして？ソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。すごいいい人。時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。てか綺麗、この土地。ここに行きたい。は元の時代を守るために使わなくては。リンクはいけないのか、この世界に。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないと。リンクの話もしてるんだね。リンク、初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。ここでラウルは知るんだ。常に鍛錬を欠かさず、リンクの話。どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い、心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に、私も一度会ってみたいものだよ。会った、会うっていうのがさ、死んだ後ってことなのか。私もお会いしてみたいわ。え、わかんないよな。でもラウルが死ぬ前に会ってる可能性もあるもんな。ゼルダがここまで言うのですから。あ、すげえ、ガーディアンいる。ガーディアンじゃない、ゴーレム、毎回間違える。結構長いストーリーだったな、ここ。結構まだ平和なところか。これ一回目に見たストーリーの次のストーリーって感じすんな。順番的には、まあ、これ見ればわかるんだもんね。8番。あ、結構先だな。え、これ番号の順番なのか、でもこれ。でもそういうことだよね。え、結構先じゃね？あれだろ、ガノンドロフが出てきたところが6番って、その後のストーリーなんだな。
4番とか5番この辺見たいよね。4番ぐらい見たいよな。でもめちゃくちゃあるからねこれ。18番まであるからね。いやこのストーリーめちゃくちゃ気になっちゃうよね。こっち先に進めたくもなっちゃうよなこれ。なんか家みたいなのかあるな。あそこ桜の木だ。あれなんか写真撮ってこいって言われたな。どうしよう。ちょっと待って、行きたい場所めっちゃある。あの家が気になるんだよな。こっちだったら行けるか。お、なんだ？え？誰もいない？なにこれ？なんか後で来ることになるのかな？明らかになんかあるよね、これね。せや！強っ。ありがとう、助かったわ。ベニコ。どっかで聞いたことあるような名前だな。山菜トマト蒸し焼き。美味しそう。地上絵の話ね。なんだ、何にもなかったんだ、あそこ。なんだよ。お？普通に歩いてんだな、あいつ。静かホタル。わー、リンゴめっちゃある。わー、めっちゃリンゴ。オッケー。コログか。でけえな。なんか普通に建造物かと思ったら。オッケー。お前か。こんな橋のところに看板立てる必要ある？橋っていうか水辺に。どうすればいいんだろうな。あもうこうでよくね。もうこうでいいよ。ああ、これでいけそう。適当。あ、いけてるでしょ。ダメ？ダメか。こうだな。これでいいだろう。ああ、いった。オッケーね。よし。うわ、電気パターンのやつか。あー、だるいやつね。あ、はい、だるいやつ、だるいやつ。はい、くちゃ。あ、死ぬの？強っ！あそこの祠行こう。あれ、なんだ？作れる部分がいっぱいあるけど。お前、多いなぁ、なんか。さっきあったばっかだけど。しかも、なんか、形がなんか、フックかけられるような形になっとるー。あ、違うか。フックかけられるのかなと思ったけど。そういうことではないのか。なんだこれ。いや、これ間に挟めば。ほら、間に挟んでるから。わ、いつも以上に綺麗かも。よし、よくよく。はい、早く早く。早く固定しろ。よーし。爆弾花ください。おお。あんまいらないなぁ。うわっ、あれ、ここじゃね、ここっぽくね、さっきさストーリー。そういうこと、この家があれだったのかな。ここっぽくない？ほら見て、さっきのストーリーで出てきたさ、なんか綺麗って思ったストーリーの映像で出てきた場所、ちょうどここっぽいなぁ。でこんなところにつらかわかの祠。よいしょ。重なる通り道。さあ、久しぶりに謎解き系の、あれかな。これは普通に移動していけばいいのかな？登れるやつだもんね。で、これ2つ必要になるっぽいから。よいしょ。重ねていくのか。よいしょ。重なるって。でも、これ、簡単そうだな。これなんだ？なんだこれ？あー、宝箱。ん？どう行くんだ？上に登ってみるか。上からも行けません。下から行けそうだな。こ
こっちか。なるほどね。よくできてるー。よくできてるー。すごいよくできてるー。魔法の杖。魔法の杖？二つ目？これさ、使い方がよくわかってないんだけど、ここができるのか。めちゃくちゃ簡単な祠だったな。よいしょ。もうクリアでしょ、これで。超早くね。めちゃくちゃ早いんだけど。さあ、祝福集めていくよ。バンバン集めていこう。で、もう一つあったよね。こっち側かな。え？どこや？おい、近くで会ってくれ。頼むから。頼むから近くで会ってくれ。あー、うん、あい、うん、うん、うん。これさ、あるけどさ、ここ結構デコボコ道だから、これ使えるか？うわ、結構よくできたんじゃない？で、操作マンくっつけて、ハンドルつけて。あ、いいじゃん。いいね、いいね。はい。これでいけるかな？あ、いけるいける。全然走れるじゃん。あ、便利。めっちゃ便利。でもな、威力もうちょっと欲しいな。スピードをもっと出したいね。あ、めっちゃ便利これ。いいね。しかも充電そんなに使わないんだな。もっとタイヤ4つで減るかなと思ったけど。到着。あ、そうだよね。作れるよね。あ、いいじゃんいいじゃん。履歴で作れるようになってる。あざます。これ履歴って保存しとくことってできないのかな？あ、お気に入り登録ってあるじゃん。待って、これコログついてるけど、コログ。待って、これコログついてるけどさ。え、待って、コログ付き？やってみたいけど24個を消費すんのか。コログ付きなの？あ、これ、そっか、再利用すれば、再利用すればいいんだ。ちょっと作ってみようか。待って待って。コログ付きだあ、カバンだけもしかしてこれ。あ、コログはいないね。カバンだけだ。カバンだけついた状態で作り上がれる。そこはいらないんだけどな、別に。ガササ、何その、急に何これ。名前っぽくなくなって急にガササの祠って。切断のタイミング。切断するのか。これか、切断のタイミングを見極めろって感じかな。あんま弓使いたくないんですけど。てか、矢少なくね、俺。めっちゃ矢少なくなってんじゃん。俺100個ぐらいあったはずなのに。何にもまだ使い方分かってないの。矢あるね。ナイス。オッケーオッケー。10本獲得。これは？切断のタイミング。こうして、こうだ。で、乗って、こうね。はいはい。で、これは普通に橋かければいいのかな？OK。これはここ橋かけちゃえばね。切断のタイミングも何も。普通にやったらいけるな。ああ、嬉しい。で？切断のタイミング？切断のタイミングですか？なるほど。わかった。こっちの方がいいな。いや、でもこれさ、思ったんだけど、こうすれば戻れこ使わなくてもいけないかな。最初が肝心か、これ。1、2、1、2、3で、こっちに戻す。OK。3秒ぐらいあればいけるっしょ。こうね。いくよ。なんでそうなった？なぜそうなった？待てよ、こうして、1、2、3。これやってる間に、ここ。OK。ナイス。よし。あー、待て、あーそんなさ、めっちゃむずいことしなくても、こうしてさ、切断のタイミングも何も普通に、あ、ほらいけるじゃん普通に。あ、なんだ普通にいけるやん。あー、もうむずいー。こうだな。
え、てかこれ引っ掛けられるくね？あ、あ、なんだよ、タイミングも何も普通に引っ掛けられたわ。なんか普通に出たわ。あ、小さな鍵ね。ああ、なんだなんだ、普通に行けるやんけ。うわ、すげえかっこいいこのドア。よいしょ。まだあんのかーい。なるほどね。あ、あ、これあれか。わかった。一回固定させてからの、これで、打ち回してからの、弓、行った。で、つかめ。オッケー。完璧。いやー、めっちゃ使ったんだけど。いやー、いやー、欲しい。ここはどこだ？何がある？めっちゃ下にいるけど今。この下とかなんかあるんかな？でもこっちは時の神殿に繋がってる場所じゃないのかな？うわ、なんかおる！お！ボール運び受付。うわ、なんかここにもなんかあるんか？遊びが。ボール運べと。あー、なんかいっぱいありますね、ものが。よくここまで来た頃、王千年、この谷底までよくやってきた頃、ここに来たってことは、青年はボール運びに興味があるってこと。いや、別に興味ないですけど。ボール運びを知らない。一回やったらやめられなく、あの大人気な遊びを。このワズが、ワズワズっていう一人称、初めて聞いたな。この谷でひらめいた遊びだから、知らなくて当然頃ね。いや、なんだよ。はいはい、運べってことね。何でもいいんでしょう。挑戦しよう。作って運べばいいんでしょう。あ、これ道になってんのか。まあそうでしょう。これめんどくせえな、作んの。そんな時に便利なのがこれです、ブループリント。待って、コログ邪魔だな。無駄にコログついてるからさ、これ無駄なあれになってんのよね。無駄に消費することになってんのよ。よいしょ。これでこれでいいんじゃない？いいね。え、もう行っていいのこれ。よいしょ。行くでー。青年スタ、ん？ん？あ、何？喋りか、準備して喋りかけるって感じ？ごめんごめん。話聞いてなかったわ、ちゃんと。あ、オッケーオッケー。オッケー。え、27秒。マジか。やべ。タイムロス。タイムロス、タイムロス。急げ。いけ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 。え、待って、全然時間なくね？あ、その、あれね、距離を測るのね。おっそ、加速、加速欲しいな。加速とかないのかな。今回の結果は 290.5。 おお、めっちゃ褒められた。お金くれるんだね。もういいです。あざました。ここにはこういうミッションがあるんだね。